本気中村でございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。チャンネル登録よろしくお願いいたします。階段をねまず楽しむもの、うんね、うん、うーと思いながら、うん、ね、聞くのももちろんこれ楽しむっていう、うん、この間も言ったよこれな、そう、そうですね、うん、エンターテインメントですか。エンターテインメントなんだ、はい、そうなんだよ、うん、だからあくまでもこれは事件の報告であっちゃいけないっていうこと、あの、うん、稲川さんがね、はい、よく言うんだ、階段はね事件とは違うんですよって言うんだけども、はい、だけどやっぱり得てしてなんかそのいろんな、例えば特に事故物件であるとか、うん、俺はあんまり好きな言葉じゃないけども、その、心霊スポットであるとかっていうのは、何かその大きな事故があった、事件があったところでそういうことが起こりやすいでしょ、はい、だからどうしてもその事件、事故なんかと切り離しづらいところってのは確かにあるんだけども、うん、事件の報告じゃダメなんだよね。なるほどね。そうなんだ、そうなんだよ。ああ、それはそうですね。だからあくまでも、うん、そこの部分で、例えばここはアパートがあってここでその幽霊が出る、いやその幽霊が出るのはなんでそんなものが出るんだろうね、うん、それを突き詰めていったら、うん、実はニュースにも何もなってないんだけども、あるからね、これ十分あるんだからね、うん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 、ニュースにも何もその行動はされてないんだけども、実はここで以前これこれこんなその孤独死があってとかいうね、うん、そんなことがこうできたりするでしょ、うん、とこれは決してその事件ではないわけなんだよ、うんうん、たまたまその調べていった中でそういったものが事実が浮上したって、要はあの世に言うところ の、 その裏を取るってやつ、ね、うん、裏を取る、うん、はいはい、だからその裏を取って取りながら聞く階段ほどつまんないものはないし、ね、逆のこと言ったら、うん、なるほどね、そうですね、そうなんだよ。だけどもね、ここにね、実はね、ちょっと面白い話をしてみようかなと思うよ。あ、はい、何でしょうか。コーストコンテンツ。もうね、ずいぶん前の話なんだけども、俺の、友達が、友達ってまあ後輩になるのかな、うん、あるその大学の中での、心霊研究部っていうのがある大学にあったんだ、うんうんうん、でここの、要は大学の中でちゃんとその部になる、サークルになると部になるっていうことになると、はい、ちゃんとそれのその結果報告っていうのを、その研究結果っていうのをね、うん、学校に上げないと予算が降りてこないくなるじゃない、うん、あ、なるほどなるほど、うん、はい、それでその心霊研究部では何を研究してたかっていうと、うん、さっきね俺が言ったようなその心霊スポットと言われてるところへまずこう行って、うん、ね、写真を撮りのさ、うん、ね、でそこで過去に何があったのか、実際に幽霊が出る何がしか、その例えばその何年前に、うん、ね、こういう人がその亡くなってであるとかっていう裏を取っていく、うん、ね、でそれを一つの研究結果として大学に挙げてたんだ、うん、ああ、形にするんですね。そうなんだよ。ここのその顧問だった先生っていうのがなんかそのお坊さんの資格を持ってるっていう人で、うんうんうん、ですごく一生懸命協力してくれたんだけども、はい、この先生が退職することになって、うん、である日その心霊団なんだろうっていうことに全くその関わったことないんじゃない、この人、え、この大丈夫なのと思う先生が来たんだって、顧問の先生として継いだんだって、その途端に、はい、学生たちとバーッとぶつかったんだね。ああ、うん、なんかでもありがちですね。そう。でもね、俺はね、その話をその彼らから聞いた時に、なるほどなって、実は俺もそう思ってたよっていうことをその先生が言ってたんだよ。うん、何かっていうと、はい、事件報告なんだよね。ああ、事件報告。事件報告の、その、うん、研究報告として挙げてるその書類の内容っていうのが。うん、何年の何月何日にここで何々がこういう事件によって殺害されました、また自殺で亡くなりました、交通事故でここで亡くなりましたっていうのをただ挙げてるだけ、うん、うん、だからその新しくついたその教論っていうのはそこに異論を唱えたわけさ。ああ、なるほどね、うん、君たちがやってることは決して心霊研究なんかじゃないよと、うん、あくまでもそこで何が起こったかっていう、うん、事件報告でしかないじゃないかって。それじゃあ悪いんだけども、うん、僕はもうとてもじゃないけど予算は請求できないと。
正論ですね。うん、正論だと思う、それは。でね、どうしようってその学生たちにすると、うん、今までだってそれでずっとやってきたのにと思うんだけども、要はそれっていうのは緩い中にこう甘んじてこういただけの話であって、うんうんうん、毎年その頃になるとはまたそろそろあのレポート書かないとねっていう感じで進めてたわけでしょ、うん、それは良くないよな。そうですね。そう、はい、そこでね、うん、その先生がね突然こう言い出したんだって、うん、研究なわけだから研究しろよと。それに対しては僕も力を貸すと。じゃあどういう何ができるんだってこう考えた時に、うん、心霊スポットっていうのは要はその事件現場とは限らないんじゃないかっていう、その心霊スポットを作る研究をしてみたらどうだって。作る研究、これ新たな視点ですね。俺それ聞いた時、え、誰かこうしたの？本当の俺。違いますよって。そうじゃなくて、はい、人の噂によって、本当にその心霊スポットっていうのは、もしかしたら、噂だけが一人歩きするんじゃないかっていう、ここを、じゃあその噂が立ったところに、本当にそういう現象が現れるのかであるとか、これこそ研究でしょ。いや、その通りですね。でしょ？あ、すごいすごいすごい。頭いい。かといって公共の場所、例えばその何々の柱、これはもう公共の場所だからね、うん、ここに勝手にその噂を立ってしまうわけにはいかないから、うん、どうしようとこう考えてたけど、はい、そしたらその先生が、うん、実はな、俺の父親がもともと持ってた古いその古民家が、うん、千葉のある山奥にあるんだよって、うん、古民家、うん、そこを自由に使って構わないし、うん、古い建物だけどもちょこちょこっと掃除をするだけで、お前たちがその研究のために行って寝泊まりする分には全然構わないから、うん、だからそこ使ってみたらどうだっていうことになった。そりゃすごいやって。すごいですね、うん、面白い。でその家をその先生ともと見に行ったと、はい、そしたら本当にその古い日本家屋なんだけども、ちゃんとその庭もあって垣根もあって、うん、すんごい雰囲気がいいんだって、うん、でも確かにその人里から離れてるし、周りにその商店があるとか、すぐその隣人がどっかにいるとかっていうこともないと。あ、もう本格的に山の中なんですね。本格的な、もう山の中の一軒家ってポツーっとあるんだって、そこに。へー。さてそこでどういう噂を立てようかと彼らは考えたわけだ。楽しそう。どういう噂を、うん、おうおうおお。そこでその考えられた話っていうのは、はい、あるそのカップルが道に迷ったと、うん、ね、うん、で道に迷ってそこの道をずっと入ってきて、ああこれ違うや、ここの道じゃなかった、どっかで U ターンしないとなと思いながら進んでくるんだけども、道がその狭い、それに運転してる側のその運転もいまいちおぼつかない、うん、っていうんで、そのなかなか U ターンできるところがないまんま、どこで U ターンしよう U ターンしようと思いながらずっと一本道を進んできてしまったと、うん、でたまたまふっとこう見つけたところ、その家があったわけだ、うん。家の間口が開いてるわ。その敷地の入り口が開いてるわ。はい、そこで U ターンしようとして、その頭を振って、ケツをこうバックでこう、その敷地に入れて、うん、さて出ようと思った時に、ポツンってエンジンが止まってしまったと。ね。それで、その、ルーミラーで何気なくその家の方にふっとこう目をやったら、うん、家のずーっと、まあもちろん、空き家なわけだから、カーテンも何もしてないじゃない。はい、縁側にあるその、張り巡らされたガラスの内側から何かその近づいてくるのが見えたと。で、とこう、実際に見てみたら、なんとそこに、その大きなその顔がブワーッと近づいてくるのが見えたんだよっていう噂を、うん、例のいろんなその、大きな掲示板があるじゃない、はいはい、またちょっとそこでちっちゃい掲示板があったり、はい、ね、っていう、そういうところへ一気にわーっとその部員たちが一気に書き込んだ。でそれによってどうしたかっていうと、他の部員たちが実は俺も見たとか、うんうん、やっぱりそうだったのかとかっていう、そういったレースをバーッとつけていく。あ、うん、名前変えたりいろいろして、うんうん、あ、うまいうまい。これをねずっとこうやっていくうちに、うん、ふっとやっぱり、あ、なるほどな、やっぱりなと思う現象が現れたってわけ、うんうん、俺も行ってみたんだけど、はい、うん、青い屋根の家だよねとか、うんうん、そうそう、青い屋根青い屋根ってなんかそんなこと書くやつがいる、全然違う、変わらなんだよ、その家って、うん、やっぱりなんてこう絶対それにこう同調してくる連中ってのはいるもんだよなって思ってるうちに、うん、
一つの流れができたってわけ。おー、うん、どうも、はい、その曲がり角であるとかいろんなその立地的なものをその書いてるところを見ると、うん、あ、この人間本当に行ってる、そこに行ったんだって人たちができた。その頃にはもう部員たちのこの桜の書き込みは一切禁止にしてたので、へ、うん、もう一般の人たちからの投稿を毎日こう確認する日々がこう続いたわけだよ、はい、とその中であるのは、うん、奥から大きな顔が近づいてくるなんてのは一つもなくて、うん、その縁側があるじゃない、その縁側の一番突き当たりにはトイレがあるんだよ、うん、古いトイレがあるらしいんだけど、うん、そこからその一人の老婆がふーっと現れて、それがそのずーっとこっちへ向けてこう滑ってくるっていうね、うん、そういう話で俺も見た、俺も見たって、いや俺もすっげーおっかなかったとか写真に撮ったとかっていう話までどんどん上がってきて、うん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 、なんだこれと思ったので、なんか大きくなってますね。そうそうそう、うんうん、え、そんな話、お前、おい、誰がこんな話書いた、知らん知らんですって、もう勝手に、ほら、一人歩き始めたよって言った頃に、はい、その教授ともども、一回ちょっとその家行ってみようって話だったんだ、うん、まあ、万が一なんかガラスとか割られても困るし、うんうんうん、とにかくちょっと行ってみようってことになって、行ってみたと、はい。そしたらね、そこの家に近づいた途端に、ものすごい、もう、バケツひっくり返したみたいな雨があって、バーって雨がで、だからもう、うわぁ、これ、お前、いくらなんでも今ちょっと降りちゃって、さらにこの鍵をガチャガチャ開けてやってるうちに、本当にそうだ、ぬれねずみになっちゃうから、うんうん、どうせこれ、パッと取り過ぎちゃうから、少し、雨足弱まるのも待とうよって言って、車の中で回ってたと、うんうん。そしたら、一人の女の子は、なんだろう、なんだろう、言い出して、うん、でそれをこういきなりバーッと雨が降ってる中でもって、突然うーんと窓、後ろの席じゃうーんと窓開けるんだって、うんうん、でおーちょ、ま、雨入っちゃう中にって言っても無視してデジカメで持ってバチ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 って撮ってるんだ、なんか、うん、撮ってる方向っていうのがちょうど今車がその敷地の中にこうバックでずっと入ってるんで、うん、右の後ろ側にこう家が、その玄関があるんだけど、うん、玄関がちょっと飛び出してる、うん、飛び出してる向こう側ちょっとへこんだところにずっと縁側があるわけだ、うんうんうん、縁側にはもちろんガラスがずっと入ってる、そっち方向を取ってるんだったっけ、何やってんだって、どうしたんだよって言ってるうちにまたブーッと窓が上がったんで、何やってんだよって、濡れちゃったじゃないか俺車の中ってその持ち主が言ったら、はい、ちょっとこれちょっとこれ見てくださいって言うんだって、おで液晶画面をこう見てみたら、はい、本当にその何かを感じたから写真を撮ったって、何かが見えたから撮ったんじゃないんだって、うんうん、何かふっと感じるものがあったからこの写真を撮ったと、うん、で何枚も何枚も撮るんだけど、連写でチカ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 って撮ったわけじゃないんだよね、うんうん、何枚も何枚もこうシャッターを押しながら撮ってるから一応こう連続みたいにはなってる、うん、一番奥の方から何かうーっと現れたと思ったら、本当にそのもうぐーっと頭を下げたような、うんうん、そのばあさんの姿があって、それがこう一枚一枚こっちへこう近づいてくる、廊下をね近づいてくる、一枚だけじゃないんですか、そう連続で、うん、うわ、でそれが一番最後にはその出っ張ったこの玄関のこう出っ張りのところの陰にこう隠れる感じで見えなくなったんだったわけ。本当わーって言ってるね、ねえ今このこのタイミングで、ね、タイミングでちょっと開いたタイミングで、うん、パチパチパチって、うん、そうだから、いやー写真あんのって言ったら、うん、見ますって言ったから、うん、いやいやちょっと見せてよって言った、うん、したら、いやいや、でもね、中野さん、本当に俺たちは、その頃ってのはまだデジカメがそんなにメジャーじゃなかったからね、本当にこれはね、マジですからねって言うから、なんかマジですからね、マジですからねって言うから、いや、いいから、分かったから、ちょっと見せれよ、見せてもらった、うん。で、一枚一枚見ていくとね、何枚あったかな、一番最初になんかわけのわからないぼやもやっとしたものがこう、まあもちろん雨がバーッと降ってるしさ、これもしかしたらこう窓を開けててレンズに雨粒かなんかがついたんじゃないなと思うところから始まるんだよ、うん、最初、うんうんうん、でそこからこうぼーっとそれがこう人の形っぽくなって、そう、それでそれがこうこっちへこう進んでくるんだけども、一番最後にポンとこう玄関とかにこう隠れるじゃない、はい、本当だと思いながらこう送ってこう一枚一枚見てたんだよ、はい、で玄関とか隠れたその後に何枚かこう何も写ってない写真があるんだよな、うん、2枚ぐらい何も写ってない写真があったから、うんうん、ああもうここで終わりなんだなっ
と思って最後のポツンを進むっていうボタン、ポツンを押した時にすぐこの目の前にいるみたいな、うん、おーそうなんですか、うん、うわ今ゾッとした、うわもう本当にこれね、まるでちょっと安っぽいホラー映画みたいなくだりだけども、本当にこれはね嘘のもあるんだなと。もうそのなんていうの、玄関の出っ張りのところからムッと出てきたとかじゃないんだよ、まるで本当に突然駒を置いてポンとここにいる感じなんだよね。うわでもねその大きさたるもの普通の人間の大きさじゃないんだよね。例えば普通の人間の大きさだと俺はね、はい、普通の大きさだよ俺は。そうです、ね、例えばじゃねえんだよ、そんなそ大きさ普通の大きさだ俺、ね、普通ですよ。そうそう、はい、こう二回りぐらい大きい感じかな。はあ、うん、そうなんですね。そう、しかもこれがパッと見てうわーってびっくりしちゃうほど明確じゃないの。これなんでかっていうと、うんうん、最初にこうあないないあここで終わったんだなっていう流れで次のその送るボタンをポンと押すと、わけのわかんないものが画面全体にバーッと、うん、これ何が映り込んでんのこれ、はあ、と思って、はい、こう遠ざけたり近づけたりすると、うん、なんとそこにくっきりそのばあさんが使われますって。ああそうなんですね。そう、近いからわからない。へえ。そう、それ後ろは透けてるんですか多少。いや透けてる透けてる。うわでだからこの話何を物語ってるかっていう、まあその彼らがすごいその研究結果をその要は上げることができたわけだけどね、うん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 、噂によって、うんそこにその何かが集まってしまうっていう、これナポレオンヒルじゃないけどもさ、うん、思考を実現するっていうのはそうですよ、うん、良くも悪くも実現するんだよ。そういうことなんです。いややっぱ人の思念が場を作るんですよね。そう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 なんですよ、うん、そう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 、そうだからさその一人かくれんぼっていうのがある、なんかそんなような話が流行ったじゃない、うんはい、あれだってなんか元を正せばどっか の, その大学生のある程度サークルがそんなことをこう考えたらしいんだよね、うん、元々はね。そうなんですね、うん、だそれがのこうまことしやかに何かその高齢実でっていう感じになってはいるけども、でも実際にそんなことをこうやってみた結果とんでもない目にあったっていう人たちの報告ってたくさんある、うん、ありますねわけだよね、はいうん、だから何かこうあそこには幽霊が出るんだよって本当かよって言ってそこにこう幽霊が出るんだって中にはえ、うん、出るんだったら見てみたいって思って行く人たちもいるわけでしょ。だからその思いだよな、うん、その思いがそこにどん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 蓄積していくと、うん、そこにその絶対にあるはずのない何かを作り上げてしまう。そうなんですよね、うん、それぞれの思いが世の中っていうか自分の周りのこう現実を作ってしまうっていうその研究結果ってすごいですね。すごくスピリチュアルなこと言ってるなと思って、ね、そうそうそう、もうこれはあぜひちょっと聞いてもらおうかなってな、実はずっと早く乗っててその都度忘れてるっていう、ねうん、そうなんですよ、そんなことがね。いや面白いですね。ゴーストコンテンツ。